はい。今日はですね、膝 OA の痛みの評価ということで、リクエスト企画ということでやっていきたいと思うんですけども、まあ、以前、おじゃる丸さんという方からリクエストいただいておりまして、まあ、リクエストいただいた日に作ったんですけど、まあ、膝 OA についてやって、 もらいたいといたとう風なリクエストいいたただきまして、まあ、非常ににありがたいことにですねリクエストをもらえるまでになりました。もうね、僕のチャンネルなんて誰も見てなかったんですけどね。いや、本当にありがたいですよね。で、まあ、そういうリクエストいただいたので、今日早速、膝応援についてやっていくっていうところなんですけど、まあ、僕、基本的には好きなのは結構、チュースなんですよ。まあ、勉強会とか行くのも、まあ、結構、チュースがメインだったりするんですけど、でも、職場がですね、まあ、回復期病棟なんですけど、 職場のドクター先生方がですね結構こう近隣の大学病院とかの整形とのつながりが強い先生がまあ結構多くてなので割とですね、OA、の方めちゃくちゃゃく入院されることが多いんですよなのでまあ結構たくさんの方見させていただきましたね OA とか膝股関節。 とかいうね、ところの障害については結構いっぱい見させていただきました。もちろんチュースもね、たくさん見させてもらったんですけど、まあそんな形でですね、まあそういうところから、まあうーん、やっぱり臨床上ね、多く見させていただく患者さんのことはやっぱり勉強するので、まあ好きなのはチュースなんですけど、でもやっぱり、あの、応援の勉強も、まあ一応結構してる方だとは思います。で、やっぱ感じるのはですね、まずやっぱり、 痛みの評価ですよね痛みやっぱりちゃんと評価した方がいいよねっていう思います。なので、まあ、今日はほんと超基本的な話で申し訳ないです。あのお嬢の皆さんからしたら知ってるよっていう話だと思うんですけれどもただやっぱりこの痛みの話っていうのは最初にしといた方がいいかなと思いましてまず1本目ということでね。 まあ、伊勢伊沢への話は何回かに分けてちょっとねやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。で、まず早速痛みの評価についてやっていきます。で、痛みの評価は基本的にはこれですね。まあ、痛みの場所、痛みの質、痛みのタイミングとか、痛みの強さ、深さ、異常感覚。まあ、この辺を取っていきましょうねっていうのが、まあ、基本的な痛みの評価になります。まあ あれですね、やっぱり痛みの評価っていうのは問診ベースで患者さんにこう聞きながらやっていくっていうのがまあ基本的なところで痛みの場所どこが痛いかっていうのをまず聞くで痛みの質はどんなのがあるか例えばなんか鋭い痛みだったら神経系なのかなとか鈍い痛みだったらそのなんか骨とかなんかいろいろありますよね。で結構こう鋭いとか あズキズキすると、なんかこう、ね、組織系の痛みかなとかっていうのいろいろありますけど、その痛みの質、まあ目安ですけどね、痛みの質って、結局その人の表現方法によってやっぱり変わってくるので、鋭い痛みっつって言っても、なんかき筋肉の痛みだったりする場合も、筋肉というか、まあ表層の痛みだったりする場合もあるので、まあここは何とも言えないんですけど、まあどんな質なのかっていうのはちょっとあの聴取してもいいですよね。あとタイミングは結構大事ですよね。や間んじ痛もあるのかとかね。 まあ日中常に痛いのか、それとも痛みがこう出たり、落ち着いたりしているのかとか、まあ、その辺はやっぱり聞いておく必要がある。さらにその中で痛みがどんぐらい強いのかですよね。まあ、NRS でもバス s でもいいんですけど、まあ、大体この主観的な痛みの強さっていうのは取っておく必要があって、あとは痛みの深さは、まあ、膝親の,の場合はあんまり深い痛み、深すぎる痛みってそんなないと思うんですけど、まあ、一応ここはですね、聞いておいて、あのこの異常感覚とかっていうところ、 やっぱりこのもう理学療法士ではどうしようもない痛みとかっていうのもあるんですよもちろんそういうのを見逃さないためにもまあ、炎症所見に加えて痛みの評価っていうのをやっていってあまりに異常だったらやっぱりドクターに一回見てもらったりとかする必要ありますね僕も何度かありますねやっぱりこうこれちょっとおかしいよな明らかになんか腫れていてうーんうんこ痛みももう痛くてしょうがないと言ってるような方で これちょっとおかしいよなと思って、まあ、先生にちょっとやっぱりおかしいと思うんですよねっていう相談して1回もう1回こうレントゲン取ってみたらやっぱりちょっと骨に異常があったねみたいなことになったこともあるのでやっぱりそういうのを見逃さないためにもでその方が定員になっちゃったんでね定員でまた大学病院に戻ったっていう方もいるのでやっぱりこうそういうことを見逃さない早期に僕らはやっぱり医療職として関わっているのでそれを早期に発見できるっていう意味でもまあ痛みの評価っていうのはやっぱ大事ですよね。で、 基本的にはやっぱり問診ですよね。話をしっかり聞いていくっていうのがまあ大事です。その痛みの評価。そのあとは、その人の経緯とかを聞いていくのもやっぱ大事ですよね。まあ、いつから痛いんですかとか、もうね、5年前から痛いのよとかいう場合もありますよね。とか、まあ、どんな病気をしたことがあるのかとかっていうのはまあ基本的なところですよね。あとはどんな生活をしてたのか。まあ、運動習慣がどうだったとか、趣味がどうだったとか、やっぱり日常生活とか、 習慣に結構たくさんヒントがあるんですよ、ね、あ、そりゃ膝痛くなるよねっていう生活をしてた方とか、まあ、例えば何すかねやっぱり椅子とか机使わない生活床の生活をしていたとか何かお茶の先生とか書道の先生をや趣味で書道をやってましたとか何かそういうねお花のなんか教室に通ってましたとかっていうのと あの正座が多かったのかなとかまあやっぱりそういういろんなこう趣味とか習慣の中に膝をどのぐらい酷使していたのかとか例えば運動習慣があまりないんだったらやっぱりちょっと筋,力筋肉量がやっぱり乏しいのかなとかあんまり外出する機会なかったのよねとか言うとああちょっとね運動不足で肺葉が進んでたかもしれないなとかまあいろいろこう予想ヒント がありますよねこの辺からもうたくさんヒントあるのでいっぱい話を聞いておくっていうのは大事なことですよねまあ当たり前なんですけどねであとは痛みの生じている部分あの場所ですね痛みの場所ここで僕がまあ結構やるのは本人に指差してもらうっていうのをやるんですよ例えば、まあうん、痛いあ膝の内側痛いんだよねっていう人結構多いじゃないですかでもこれって結構指さしてもらうとなんかね意外と あそこななのみたいい場所を指すす人も結構多いんですよ。大体僕らで言ったらあの内側が痛いんだったらやっぱりこうなんかねレントゲン上でこう内側が隙間が狭くなってるからやっぱその辺が痛いてんだろうなみたいな思うじゃないですかでも意外となんか上の方だったり下の方だったりするとかっていうパターンもあるのでやっぱりこう内側って言ってるのをうのみにせずにまずは、えー、そのどっかが痛いって言っ,た言っていたらそこを指さしてもらう。 じゃあちょっとその痛いところ指で刺してもらっていいですかっていう質問をするんですね。そしたら刺してもらって、まあこうしっかりこう刺せるうーんと結構ねそこに何かしらの原因がある可能性が高いんですよ。ただこの指刺した時に、うん、この辺かなみたいななんかぼんやりしてる人もいるじゃないですか。なんとなくこの辺なんだよねみたいな場合だと そこの部位に原因を限局するっていうのはちょっと難しいですよね。なんかこう、満折の可能性もあったりとかするしっていうのがあるんですけど、やっぱり、ここ指さしたピンポイントでここっていうと、やっぱりそこには何かしらの問題が起きてる可能性が高いと考えてもいいんじゃないでしょうか。というところですね。まあ、その痛みの種類とか質にもよるんですけどね。はい、で、やっぱりそ,そこに、まあ、僕がやってる一例ですよ。これ、あくまでね、一例。 そこにしっかり指をさせる場所、原曲した部分があるんであれば、僕は結構ですね、超音波とか選択しちゃいますね。で、超音波とかで、あの、非音熱療法でね、こう、超音波の、うん、やって、その、皮膚と、あの、なんつうんですか、こう、軟部組織とか結合組織の硬さを取ってあげるっていうのを、まず第一選択としてやることが。 結構多いですやっぱりそこに何かしらの問題を抱えていることが結構多いのでなのでとりあえずやってみるとでそれで痛みが減るかどうかをまた評価するっていうのを結構やりますね逆にぼんやりしているような場合だと慢性の可能性もあるので動作とか見ながらうんこう手で触って で緩めたりとかあととは脂肪体とかですよねあの辺で結構変わったりする場合もありますし動的な感覚入力をこうしてみると意外とすっと膝の痛みが抜けたりする場合あるんですよね。このパターンっていうのは結構ぼんやりとした慢性痛だったりするのでうメンタル的な要素も結構大きかったりするんですよね。なのでそこが動きますよっていう動的な感覚を入れてあげると結構あ動いていいんだ痛くなく動けるんだ。 っていう感覚を視覚と触覚から感じて取れると結構そこからそこから痛みがスッて抜けたりするみたいなこともまあありますねなのでそういった方法もやってみると、まあ、評価の一環としてですねそれで痛みが取れなければまた別の原因を疑うっていうふうにやっていけばいいだけなのでやっぱり評価治療評価治療ってずっとねこう繰り返していけばいつかはこうたどり着くのでねまあそういうのをやってみるといいと思いますけどねはいというわけで え今日は膝を上の話でした、まあ、僕の動画でですね文献の話とかあの臨床の話を中心にやってますのでよろしければチャンネル登録としていただけるとあのスムーズに見ていただけると思いますのでよろしくお願いしますでは最後まで聞いていただきありがとうございました失礼します